佐賀競馬のレース展望番組佐賀競馬パッカル情報局第278回3月14日日曜日レース展望こんにちは新コーナーおきりなですそして今回の解説は競馬専門誌通信社の今村さんです今村さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします四週続けて重症があってたんですが、はい、なんと今年度最後の重症ということなんですね,そうですねまあ。 交流戦でね大きいレースですよねなんだかちょっと気合が入りますよね楽しみですよ紹介ありますんで楽しんでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは解説の前にご覧の皆さんに大切なお知らせです佐賀競馬場では新型コロナウイルス感染拡大防止のため場内の滞留者数を3000名までに制限しておりますまた場内にある J プレーストスでは原則 JRA 開催場のメインレースを 午前10時から午後2時まで発売しています場内での冷製像の放映やお通情報の提供は行いませんのであらかじめご了承くださいまた、ご来場されるお客様へのお願いです体調不良時のご来場は自粛をお願いいたしますマスクを着用されない方、または体温が37.5度以上ある方はご入場いただけません手洗い・手指の消毒にご協力ください 町内では大声を出さず人と人との間隔を空けてくださいご来場の際は新型コロナウイルス接触確認アプリココアのインストールにご協力くださいそして3月22日を含むほとめきの板開催時は友の会バスの運行時間が通常と異なります柳川地区は西鉄柳川駅前バス停の出発が12時久留米地区は西鉄久留米バスセンターの出発が 12時、12時30分、午後1時、午後2時となりますその他のイブニングレース開催時とお間違いのないようにご注意くださいさあそれでは解説に参ります本日の展望レースこちらです3月14日日曜日の展望は第9レース重症,競重症競争のスポニチ杯第18回ハガクレ大賞典と第11レースのアクアマリン賞 A2 の2レースをお送りします それでは展望レース。その1。第9レース第18回葉隠大賞典の出走表です。距離ダート2000メートル午後6時10分発走、サラブレット系3歳以上11頭立てとなっています。さあ、それでは葉隠大賞典は重症競争ですので、全頭を紹介していきます。まずは1号馬高知所属ショートストーリー。 はいえーまあ、状態的には、ねまあ、ここへ向けてしっかりと調整されているみたいですから、まあ、力的にも、ねえーまあ、交流レースを使ってきたりしてつけてきている感じがありますからね、まあ、十分、上、まあ、位争いの一等かなとは思ってますけどね 2>, 2号馬、ピーザライト r、はいまあ、調子自体は、ね、この馬なりに順調に来ていますから、まあ、力は出せると思うんですけどもメンバー的には、ね、ちょっと厳しくなったかなという印象はありますね。3号場マイネルジャスト はいえーまあ、前走もしっかりと自分の競馬で逃げてっていう形でね、まあ、最後まで接戦でしたけどもね、まあ、力出せてますし、まあ、中間もね、問題なく来てましたから、まあ、ただね、今回のメンバーに入ると、ちょっと分が悪い感じはありますから、まあ、自己ペースでいけるかどうかですね。前走移籍2戦目、ちょっと出遅れてしまってのレース展開となって、まあ、最後届かずっていう形でしたから、まあ、出足した5分に切れれば、まだやれる力はあると思います。 五号馬ウノピアットブリオはい。まあ前回がね、ちょっと休みが長かった分、まあ最後息が持たなかったかなっていうレース内容でしたから、まあ人たきした分はね、違ってくるとは思いますけど、まあそれでもこのメンバーですから道中の流れっていうのは前回とは違うと思いますんでね、まあそのあたりまた息がどうかですね。六号馬コスモバレットはい。あ、兵庫所属ですね。失礼いたしました。お願します。はい、ええー、まあ前走ね。えー 内容的には先行してっていう形でしたから、まあ、先行できると、ね、ここでもそこそこやれそうな感じはしますけど、まあ、力的にどこまでやれるかなっていうところはあると思いますね7号馬パイロキネシスト、はいまあ、前走が、ねうん、思いのほか伸びなかったんですけど、まあ、休み明けで若干太めの感じもあったのかなっていうところありますから。まあ いくらが、ね、絞れてくれば、もっと違った形にはなると思うんですけど、まあ、力的に、メンバー的にどうかなっていう感じですね8号馬、愛知所属、ドラゴンエアル。はいえーまあ、この何層のレースぶり見てると、もう1つっていう感じはありますんで、まあ、状態的には問題ないと思うんですけど、やはり力関係かなっていうところですね9号馬、グレートパール。 はい前回、佐賀記念でね、重賞で地元馬としては最先着の7着でしたけどもね、そこから一息入れて、しっかりと調整されてましたし、前回より追い切りの動きは良かったかなとは思いますから、外枠になった分もプラスには向くと思いますんでね、この馬のレースができれば、上位に食い込んでもおかしくはないと思いますね。馬スフトトハーこのも前回佐賀記念で まあ8着という結果でしたけども、まあ、一息入れて中間もね順調には調整されてましたから、うん、まあここも展開さえこのままにとって向けばという感じはしますね。11号場兵庫所属パ、はいえー、まあ前回がね2着でしたけどもその前連覇してますし、まあ、佐賀のコースは、ねえー、まあ相性がいいのかなという感じもありますけども、まあ、力的にはねまだまだ8歳ですけど。うん 直前の内容もいいですからねまあ、今回外枠に入った分も材料にはなりそうですからやはりここでは上位の一等かなとは思いますねありがとうございましたさあそれでは気になる予想です今村さんの予想から見ていきましょうまずは今村さんの本名は11号場エイシンシ・はい。シ、え、パ、ー、内容的にも充実してますしねまあ、しっかりと調整も順調に来た感じですからまあ、やはり中心になってくるんじゃないかと思いますね えー、そして対抗が1番、ショーーートトストーリー1、はいまあ、一枠というところが、ね、どうかなという感じはしますけど、まあ、この距離でも、ね、おそらくこなせると思いますし3、まあ、走前の川崎の内容もいいですからね、えーまあ、上位の一角というところではあると思います。 そして黒三角に9番グレーートパール。はいえーまあ、地元馬に勝ってほしいというところもあるんですけど、うんまあ、調子はね上向きだとは思いますからね、えーまあ、外枠で、まあ、できればある程度乾いた馬場になってほしいかなというところありますね、うん。そして白三角に4番佐野サマーですね。はい えーまあ、前回がもうちょっとやれると思ってちょっと見てたんですけど、まあ、スタートが出遅れから始まったんで参考にならなかったので、まあ、そこがスムーズに切れれば、うん、まだやれる力はあるんじゃないかっていうところでね白三角にししてみましたうん佐賀の馬で期待できるのはグレートパールが一番期待できるのかなというところなんですかね。そうですねやはり実績的にもも、ねえーまあ、調子も って考えるとグレートパールかなっていうふうに思いますねなるほど、はい、ありがとうございますえー、そして続いて私の本命は5番ウノピアットプリを対抗にエーシンにシパそして黒三角にグレートパール白三角にショートストーリーとさせていただきました気になってるのがショートストーリーなんですけれども、はい、やはり前走も一着ということですし移動の疲れなんか大丈夫なんですかね、まあ、おそらく前回から ちょっと間隔空けてるんでしっかりと疲れを取ってっていうところだと思いますんでね、はい、まあ遠征自体は慣れてる馬みたいですから、はい、まあ、そうなってくるとまあ輸送は問題ないと思いますからねうんまああとは当日の、ね、馬体重の増減が極端でなければっていうところがありますかね、うん、当日も気になるところですよね、うんはい、えー、それでは今村さんの回目見ていきたいと思いますこちらですお願いしますはいえーまあちょっと ね、11番の「シンニシパを1着に固定したんですけど、まあ、正直展開がねどうなるかっていうところが、うん、ポイントではあると思いますから、まあ、そ,そこはねちょっと固定っていうのはどうかなっては思ったんですけど、まあ、それを一応固定しての2着に1番の「ショートストーリー」と6番の「コスモバレット」それから3着に1「一 ショートストーリー佐野様コスモ・バレットグレートパールっていうふうにはしたんですけど、はい、まあこの辺りがね上位争いになるんじゃないかなって思ってますただもちろん5番のねあのウノピアットも2走目で変わる可能性があるんでねその辺りはうん当日のねパドックの雰囲気、えー、もしくは回収までの状況といいますかね走りを見ていただければと思いますけどね 当日まで目が離せませんしどの馬がね良さそうなのかっていうのも気になるとこなんですけどね、はいえー、そして私なんですがこちらです、えー、3連複で5番11番を軸に169と各1000円買いたいと思いますいやちょっと3連複で 軸立ててやってみようかなというところで考えてみたんですが、はい、やはり今村さんの話を聞いていると盈進日鹿はちょっと外せないかなとそうですね、うん、まあ3連覆だと3着までは OK ですからね、はいうん、まあそれに宇野ピアットブリオがどこまで迫れるか変われるかっていうところじゃないでしょうかね。うん、そうなんですよね、うん、気になるところです佐賀の馬にもぜひ頑張ってほしいなとと私は思いいを込めておりますうわけで以上「は羽がくれ大賞典のレース展望でした。 それでは続いて展望レースその2です第11レースアクアマリン賞の出走表です距離ダート1 3 0 0ル、午後7時15分発走サラブレット系4歳以上球頭立てとなっていますさあそれでは今村さんの予想です今村さんの本命は3番茂松武、はいえー、まあ前走も三着と差のない競馬でしたからね、まあ 1っていうならこの戦三の距離がちょっと忙しいのでこの面にとってどうかなっていう不安材料はありますけどもね、まあ、スムーズに出足良ければ好位ぐらいまでに行けると思いますからまあそのあたりがポイントでしょうねそして対抗は1番ラブミーリッキー、はいまあ、今回のメンバーですとおそらく逃げも可能かなっていうところで、まあ、逃げた時のというところで対抗にしました。知るそして黒三角が えー、2番ゲットワイルド、はいえーまあ、ちょっとこの馬もね距離的には忙しすぎる感じはあるんですけど、まあ、それでもメンバー的には上位の一角だとは思いますねそして白三角が8番北から北娘、はいえーまあ、今回も外枠っていうのはこの馬にとってプラス材料ですから、まあ、そんなにねメンバー的にも差はないと思いますからね、えーまあ、再度ね3走前みたいに差し切る可能性もありますからそのあたりも一つ考えていただきたいところではありますね。うん 気になってるのがカシノビートなんですが、はい、前走2着でなんだかこう,もうあと一歩だったのかなとか思ったりするんですが今回は条件的にどうななののかなとう、ねうん、まあその8番の「北から北娘」に先着してるっていうところを考えるとね力つけてきてるのは間違いないと思うんですけどただそれ以上の123に比べると、うん、やはりちょっとね力的にはもう一個下になるのかなっていう感じはしますので、はい、まあ どちらかというと展開の助けが必要かなっていう感じはしますね。あそうなんですね。うん、それでは今村さんの回目ですね。見ていきたいと思います。こちらです。お願いします。はい、い<お>ま、一応3番を固定したんですけど、はい、まあ正直この34頭ですね。31、238、はい、この4頭はそんなに差がないかなと思ってます。なので、馬単でも8番の頭をちょっと入れてますし。し、うん、まあ。 まあ、変われる方はちょっとひねっていただきたいかなと思いますけど、ね。なるほど、はい。やはりその分、それだけ3番が。三馬月の茂松だけが強そうだと,いうところ、ね。そうですね。まあ、三着以内は外れないかなとは思うんですけどね。ただ、もう本当にこの距離だけが不安っていうだけですね。力的には上だと思いますけどね。うんここで距離がね、うまくこなせれば楽しみですよね。はい、さあ、というわけで、ぜひ皆さん、十一レースにもご注目ください。 それでは続きましてトラックマの一押しのコーナーです。解説者の皆さんに最も自信のあるレースを一つピックアップして紹介していただいています。今村さんの日曜日の一押しレースはこちら。7レース6番イサチルエースですね。はい、まあそうですね。まあ、移籍してからも成績いいですし、まあ前回も2着でしたけど、まあ、一息入れた分はねプラス材料に向くと思いますし、まあ、中間の動きを考え。 るとまあ、前回で昇級したわけですけども、まあ、このメンバーに入ってもね、えー、力的には見劣りしないかなと思います、はいえー、そしてこの7レースには茂平子にも印が集まっているようですが、はいえーまあ、これも,まあもう一応昇級戦になるんですけど、はい、まあ実績がね違いますから、うん、まあ力的にはこっちの方が上なのかもしれないですけど距離適性を考えればねでも この六番のイサチレースも差はないと思いますけどね。うん、なるほど、ぜひ皆さん、七レースにもご注目ください。それでは、続いて、機種のリー,ディングにつリーディング情報についてお知らせしていきます。前回の結果は、六勝を挙げた。山口勲騎手がトップで、続いて石川信介騎手、日田真奈人騎手の四勝と続きました。 2021年のリーディングについては山口勲騎手と日田真人騎手が合計38勝で並び2着数の関係で山口勲騎手がリーディングトップの座に返り咲いております2週連続10勝を制し勢いに乗っていた日田騎手に13年連続リーディングジョッキー山口騎手が勝利数で並びましたこの後どちらが抜け出すのかはたまた2人の争いが長期にわたり繰り広げられるのか今後のリーディング争い目が離せません そしてて続いては重レレースレポースポトです。3月7日日曜日に実施した NBC 杯第17回比叡賞は田中純喜主騎場のサツ摩王号が優勝しました前半は先頭でレースを引っ張り中盤に差を詰めてきたシュリー・デイビーとのマッチレースとなりましたが最後は半端差しのぎ優勝。今村さんこのレースいかがでしたか はい、えー、まあ他にもね行きたい馬いたんですけど、うん、まさかの逃げっていう形でねまあいい競馬でしたよね。まあ、この日もですけど先行有利な馬場っていう形でちょっと前がね止まらなかったんですよね、まあ、その辺りを多読んでのレースだったと思うんですけど、うん、まあそれでもね内容的に強かったですし、まあ、交流戦叩いて力はつけてきて。 出たとは思いますけどね。まあ、本当に良かったですね,ね。改めて関係者の皆様、おめでとうございます。それでは、最後に遠征馬の結果についてお知らせいたします。三月六日土曜日に J. R. A. 小倉競馬場で行われた八代特別二勝クラスに出走した。佐賀競馬所属のエアポケット号は十四着という結果でした。それでは、以上、佐賀競馬パッカル情報局。第二百七十八回。三月十四日日曜日、レース展望でした。 佐賀競馬パッカル情報局次回の配信は3月20日土曜日21日日曜日の展望を19日金曜日の夕暮れ時に配信しますそれでは来週は金曜日の夕暮れ時にお会いしましょうさようなら